はい、今回は、本因坊戦リーグ、の一局から、志田達哉八段対、一力遼八段の一局を紹介したいと思います。はい、じゃあそれでは見ていきたいと思います。まあ、志田さんはね、字が好きですから喜んで這うタイプかなと思いますね。ここから早速ね、戦いになりましたね。まあ、白は、まあ、捨て石作戦でもありますかね。これどうなってんでしょうかね。普通は白の方がちょっとね、不利に見えるんですけど、ここがどうなってるのかがちょっとすぐにパッと分かんないんですけど、はい、白から打つとどうするんですかね。こういうような感じでしょうか。まあこういうのは、まあ、目を持ってた方がいいんでしょうね。まあこれだと、まあ関ですか。まあ関なんですかね。白から打っても黒から打っても、もしかしたら関なんでしょうか。黒から試しに詰めてみますね。まあ一番平凡にね、こういうような格好で詰めていくと、これも関っぽいですね。はい、まあこういうのはもう白も手抜いて関ですね。まあ関でしょうか。じゃあね、はい、まあ、多分関だと思います。これでね、はい、そうですね、ちょっと黒この格好がなんとなく嫌ですね。そうですね、まあ、ここのね守り、もう出切り見てますもんね。これ出切り見てますから、しょうがなかったですか、これは。なんとなくここ覗きからね飛んで、リズムがいいですね。はい、まあこういうとこはね、まあ結構まっすぐに荒らせますよと言ってますね。曲がって取ってね、ここ荒らしてしまえばね、ここの字が白字大きいですね。そうですね、白もこれはね非常にダメ詰まりになる手なんで、打つのは相当ね、勇気いるんですけどね。まあ覗きから来られましたね。付け越すしにはこう付け越しこちら打つような感じなんでしょうかね。
まあ、そんな感じの筋かなとは思いますけど、ああ、覗きでも解消してましたね。確かに。付け越しで行ってどうなるか、ちょっとやってみたかった気もしますけど。ああ、これ抜きはいい判断ですね。抜きで確かに良さそうです。この羽がたまんないですね。まあ、切りもタイムリーに入りまして。ここは効いてますから、出切りが、打てますと。ここでね、投了となりましたね。まあそうですね、こう解消してからはね、さすがに、もう見事でしたね。黒はこれ小さすぎましたね。もっと全体的に、これもね、非常にひどい悪手打ってますからね。全体を攻めるべきだったと思うんですけど、何かこうとかね。これでも解消もしかしたらしますか。こう切っても、こういうところで、まあ、結構メガたちが豊富でしょうかね。まあそれだと、これがもしダメでしたら、まあつなぎしかなかったですけどね。でも、まあ、解消されても、これも苦しいかもしれませんね。ちょっとここを激しく打ちすぎたかもしれませんか。そうですね、こんな感じで打てば冷静でしたけど、こういうとこもね、打ち込みとかまだ全然ありますからね。ここはあんまりね、まとまらない感じがしますよね。この突きからね、見事に、白がさばきましたね。じゃあ、こんなところで、終わりにしたいと思います。じゃあそれでは失礼します。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。